窪塚洋介さんは素晴らしい役者さんですか？パボさんはこの方はすごいという役者さんはいますか？すごい俳優さんとして素晴らしいだって僕は思うのはですよ。やっぱり西田敏行さんとかさ、俳優さんとしてはね、素晴らしいなと思うなって思います。あの人は3枚目とブサイク役をやれば、ちゃんと3枚目ブサイクだし、2枚目をやれば2枚目に見えるんですよね。そういう点ではね、やっぱり西田敏行さんがね、僕の中では、名優中の名優に思えます。はい。こんばんは、毎回質問すいません。ある日から急に、鬱のようになってしまいました。家族の勧めでお寺へ、災難、余計のご祈祷してもらう。もらいにお寺に向かいました。その寺の入り口に着くと太鼓の音がどんどん聞こえてきました。その途端、なぜか涙が止まらず声を上げて泣くじゃきてしまいました。ね、少し落ち着いた時に、放心状態でした。これは何か私についていてそれが抜けたのでしょうか。おい、ご気分が軽くなったんだったら抜けたんだと思いますよ。ご気分が軽くなったかどうかっていうのは、まこさんしかわかりませんのでね。そこのところは、まこさんのご判断でよろしいのではないかなっていうふうに思いますよ。はい。お化けさんもね、そこまで来てお祓いをされるぐらいだったら、そこまで嫌だったら、私、退散っていうかね、離れますよって言って、離れてくださる方もいらっしゃいますのでね。はい。パパさん、はじめまして。先日、愛犬を見送りましたが、今日、他の、犬と神社を散歩していたら、明石地味町長が犬に止まって高く飛んでいきました。四十九日とは犬にもあるのですか？いやー、まあね、でも、ワンちゃんの方が早いと思いますよ。極楽浄土に登っていかれるっていうのは早いと思いますけどもね。人よりもね。ただね、しじみがね、ワンちゃんのところに泊まっていったってね、もしかしたら亡くなったワンちゃんがね、魂がね、そのしじみ町長にね、乗っかってね、今ね、お散歩中のワンちゃんの上にちょっと泊まられたんじゃないかな、なんていうふうに思いますけどね。パパさんは街中歩いてるだけでたくさん霊が見えるのですか？まあ見えますよ。ふらふらとね、見えますよ。はい。ゲームみたいにさ、なんかゲームでお化け撃つやつあるじゃないですか。バキュンバキュンって。あんな感じでね、多い時にはゾロゾロ見えますよ。はい。特に霊道になってるようなところね、とこは見えますね。渋谷なんてもう至るところが全部ダメですからね。はい。まあでもしょうがないですよね。渋谷という街はね、もう、ダメなんですけど、まあでもああやって出来上がっちゃってしまったっていうことはさ、しょうがないですね。はい。パパさん、手に言いにくいことでもちゃんと伝えるのですか？言いにくいことっていうのはないと思いますよ。僕が見えたものをそのままお伝えにいらっしゃるご先祖様ですとか、親御さんの声っていうのをね、お伝えするだけですからね。ちゃんと伝えますよ。はい。言いにくいことっていうのはないと思いますけどもね。渋谷はなんで幽霊が多いのですか？やっぱり渋谷が好きな人がいっぱいいるっていうことじゃないですかね。特に、若い人でね。幽霊さんって歴史が長いですからね。渋谷が本当に、楽しかったっていう思い出を残していらっしゃる方が多いっていうことじゃないですかね。だと思いますよ。多い理由はね、土地として悪いっていうのとはまた別ですけどもね。はい。霊道はどうしてできるのですか？自分の家がそうなってないか家に気にま、霊道、やっぱお化けさんがね、通られる道っていうのがあるんですよ。向かわれる先があって、そこに向かって歩いて、お寺さんに向かって歩いて行ったりですとかね、
例えば、ご神木と言われるようなところに歩いて行ったりですとかね、川に向かって歩いて行ったりですとか、水の方向に向かって歩いて行ったりですとか、様々なことでもってお化けさんが通られる道ができるっていう感じでございます。